待て、気づかれた。めちゃくちゃ怒ってる。一匹でいいのに。まとめて丸焼きにしてやるよ。あ、見つかっちゃった。こんな時に逃げる。ああ、肉は。そりゃ食べたいけど。あれ、ラッキー。言ってる場合か。だろ、倒した数で肉の取り分決めようぜ。絶対負けねえ。行くぞ。ってもっと思いっきり来い。もう一回。やだ。おい、夕食の時間だから。最近学校はどうだ？普通だよ。お前の普通と私の普通は違うぞ。ま、楽しくやってるならいいが。人参残すのか？嫌い。あのわがまま王子。あ、悪口いけないんだ。パパに言っちゃおう。イリース。お兄ちゃん、やめてやめて。ただの愚痴だよ。ノクトのこと嫌いなの？大嫌いだね、あんなわがままの根性なし。でもお兄ちゃん、ノクトのこと守るんでしょ？はん？パパみたいに王の盾になるんでしょ？ネギス様ならともかく、あいつの盾になんか絶対なんだよ。つうかあいつが王とか絶対無理。へえ、なんでなんで？もう寝ろ。なんでなんでなんで。ああ、寝ろ。グラディオ。はい。あ、お兄ちゃん。このバカ、なんでいるんだ。バカって言った方がバカなんだよ。一人で来たのか。うん、ノクト見に来た。はあ、ダメに決まってんだろ。なんで。お兄ちゃん合ってる。俺は親衛隊なの。会っていただけるか聞いてみましょうか。やったー、ありがとうございます。今聞いてもらってるからちゃんと待ってろよ。お兄ちゃんは仕事。頑張って。ノクティス様、そろそろお部屋に。もうちょっと散歩してく。ノクティス様は？
ピカピカ。お兄ちゃんにあげよう。どこ行った？おーい！王子がいない？ええ、王室をお散歩されてたはずなんですけど。たく、どこ行ったんだ？イリス、もう今日は。イリス。大丈夫、一緒に帰ろう、うん、名前は？キリス。道、わかる？うん、たまに抜け出して遊んでるから。王子なのに？王子なのに。だから、あの出口のことは内緒だよ。はい。お兄ちゃんに怒られる。お兄ちゃん？グラディオお兄ちゃん。イリス！お兄ちゃん。お前どこ行ってたんだ？みんなに心配かけて。なんとか言え、イリス！どうした、グラディオラス。私の妹が行方不明になって、みんなに迷惑を。イリスは悪くないよ。はあ？グラディオラス。何があった？ちょっと外に遊びに行こうと思ってこの子を誘った。お前は王家の人間だ。誰にも知らせず城を抜け出して良い立場か？その軽率さがイリスの身を危険にさらすかもしれないとは考えなかったのか？しばらく謹慎だ。早く風呂に入れ。はい。すまなかったな、イリス。グラディオラス。いえ、妹から目を離した私の責任でもありますので。なんだ。あのね、ノクトのせいじゃないの。ああ、私が猫追っかけて迷子になって、ノクト助けに来てくれたの。あいつが助けに？信じらんねえ。本当なの？でもあいつ自分が誘ったって。ごめんなさい。手が止まってんぞ。ん？学校の宿題か？家庭教師の課題、謹慎中にやれって。ん？何？ああ、うん、謹慎でも稽古は OK だろ。課題が増えるのは勘弁なんだけど。怒られるときは俺も一緒だ。来いよ。くっそ。まだまだだな。でも根性あんだな。全部イリスに聞いた。何の話？イリスをかばってくれたんだろう。ああ、感謝する。
いいよ、そんなの。でも認めたわけじゃねえ。王になるなら強くならねえとな。じゃあ教えてよ。あ、もちろんだ。今度は勝つよ。やってみな。疲れた。イグニス、素敵。香辛料が足りないかもしれない。前の町に戻っていいか。次の町で買えば。いや、まだだいぶ距離がある。だー、腹減った。どうだった？ああ、こいつで4体。残念、俺も。ああ、勝てねえ。簡単には勝たせねえよ。今夜はステーキだ。